1、離婚、豪快なエピソードが多く、昭和を代表する俳優、勝新太郎さんの妻であった中村玉緒さんは、その夫の豪快さから様々な苦労を経験するが、離婚をしようと考えたり、恨んだこともなかった。どんなことがあっても、死ぬまで勝新太郎についていくという信念を持っていたという。2、自己破産、映画の制作費やお酒など、あまりの派手さから勝さんの借金は14億円にまで膨れ上がるが、病気によりその借金を残したまま逝去してしまう。この借金を玉緒さんは、勝さんとの思い出が差し押さえられてしまうことから自己破産はせず、毎月500万円ずつ20年ほどかけて完済した。こうした苦労があっても、勝新太郎の妻でよかった、生まれ変わってもまた主人と結婚したいと話していた。3、引きずる、良いことも悪いことも引きずらず、その日のうちになかったことにするようにしている。反省はするが引きずらず、明日に目を向けることが、長生きの秘訣かもしれないと話していた。